とかよ、引かしてあげようかなみたいな。そして同じ顔みたいな。並んで写真撮ってたよ。でも黒髪の時のもっと似てる。ねえ、私もそう思った。師匠と弟子だから顔を同じにしたんですか。そうです、そうです、その通りです。しかも師匠が作ったから。どっちが何の師匠だかっていうのもありますけど、ね、交互になる、なる、ね、いろんな意味でね、いろんな意味でね。まあ、今日のメンバーリストには悪魔よりひどい女っていうふうに書いてありますから、ね、悪魔より本当の悪魔って書いてあるし、私のメンバーリストのところに。はい、よろしいでしょうか。大丈夫ですか先生。はい、この度はおめでとうございます。本当に20年やっていただきました。成人式ですね。あ、そういえばうちの子供も園部さん家のお子さんも成人式ですね。えみちゃん家もね、もうあのこんなところに出かけても何も言われなくなっちゃったんで、もう何も言われなくなりました。しないもんだと思って、ね、思われてますので、俺もって方いない。俺もね、ほんとにほとんどほとんどダブル成人式迎えに行って、ね、ダブル。え、まあね、そういうことやった。えみちゃんすごいじゃん。偉いでしょ。偉い。ちゃんと5条件か。世間話かよ。ルーク先生にはですね、うちのバンドのなんだっけ、ミスタービックのダディブラザーのラーバーなんだなんだかリルボイってやつをやらせていただきます。覚えとけよ。歌ってるよね自分で。歌うんでしょ。じゃあ、はい、みんないいかしら。はい、どうぞ。はい、では行きますか。お願いします。Oh, my God.
それで終わると思うでしょ。私がルークに対してそんなわけない、その通り、その通り、このまま返すわけない、その通り。生贄にえなんですから。はい、これ貸してあげる。おお、ご挨拶をって思った。いや、そもそもですね、今日はありがとうございますなんですけど、ね、せっかくだから一緒にやりましょうって言われたわけですよ、はい、何の躊躇もなく、ああいいや、やりましょうやりましょうって。当然ね、ギターだと思うじゃないですか誰がギターだって言ったっていう。さすが女王様、そんなね、相当な悪魔ですね。ゲストに出てとは言ったけど、ギターで出てはひと言も笑いじゃない。私は間違ってない。でもその代わりね、その代わりね、その代わり、じゃあ分かったと、じゃあアンジーギター弾きなさいと。あれ、本当悪魔なんだよ。やっぱり元祖悪魔。今日は心で弾くギターじゃなくてね。そう、心で弾くんじゃなくて本当に弾けということで、ちゃんと私のギターのこのままセットでお渡しして。早く弾けそうだ。音が出ちゃうよ。ちゃんと音が出るような、ね、ギターで。あれだよね、SIMカード入れるんだよね。シムカードシムカード入れるとルークに入れ替わるんだって。チェンジしてる。高速ルークじゃねえ。先生、音が出ちゃうんじゃないそれ。大丈夫。大丈夫です。この声、いや本当に。で、まあ、この後だから一曲歌わせていただくことになります。イエーイ。歌が上手じゃないですか。見て見て、あの持ち方かわいいね。両手で持っちゃった。こんなくるくる回しちゃうんだから。はい、どうしたら、はい、どうしたら、はい、ありがとうございます。それを、あ、これですね、はい、はい、ちょっと本当に音出ることか。あ、はい、音出しました。でっかすぎる、でっかすぎる。もうちょっとちっちゃくして。大丈夫、はい、ダメダメダメ、調整するから大丈夫です、はい、絶対嘘つけ。なんだ、この人の大丈夫だって今まで言って大丈夫だった試しがない。だって悪魔ですね。本当だよね、人じゃないから。いや、絶対楽しいだろう。笑顔で悪魔ですもんね。笑顔で、本当笑顔で悪魔だから。そうなんですよ。ちょっと髪の毛も持ってくる、ストラップで。引っ張られちゃう。引っ張られちゃう。ね。スラが落ちちゃったら大変だから。スラって言うな。よし。そうですね。これが。さあ、あれが取れたらね。ここが見てそっくりになっちゃう。近くなったんですか。振り向きが何？そんな。今日私今までいろんなギターを弾かせていただいてましたけども、ある時はホーキー。